東京歌舞伎町のいわゆるトー横と呼ばれるエリアが未成年の不良行為の温床となっている現状を受けて、警視庁が周辺の施設に注意を呼びかけました。日本有数の繁華街歌舞伎町で未成年が居場所を求めて集まるとされるいわゆるトー横界隈では、路上での飲酒のほか、ホテルに人数を偽って不正宿泊する行為や、ホテルの部屋が援助交際に使われることなどが問題になっています。6日、警視庁はトー横近くの複数のホテルに不正宿泊防止のため宿泊者に本人確認を行うことなどを呼びかけました。また新宿区と協力して合同でパトロール活動などをしました。警視庁は未成年が犯罪に巻き込まれない安心安全な街づくりをしていきたいとしています。